恐竜と戦ってたよな、私なんか。まやりしてくれたね、ありがたいね。会話は相変わらずできないですね。なんでできないんでしょうか。ソラキヨシコルネさん、こんにちは。タクズハモ、こんにちは。タクズハモ、いらっしゃいませ。ちょっと諸事情あってデイブやっております。あ、お茶ありがとうございます。あ、めちゃくちゃ入荷されとる。ヘリコプリオドしっぽ焼き、ソラキヨシコルネさん。おお、あ、高橋が2級率しあってうまそうだね。ソラキヨシコルネさん、草。もう何でもありやんな、ここのゲーム。まあまあ前からそうなんだけど、参考キュウリ軍艦巻きいいね、これ。あ、スターウォーズだこれ。ソラキヨシコルネさん、スターウォーズ草。はい、キュウリたくさん欲しいね、これだったら。深海生物とキュウリのやつが結構あるなら。ウィンターセール開催中。ちょっと今お金ないんだよね。ソラキヨシコルネさん、必殺技的な感じ、毎回草生える。必殺技、確かに。なんか結構見に来てくれてる。なんかさ、3人ぐらい見に来てくれてる。なんか、あの、4人いますけど、あの、4人のうち1人は私なんですよ。これ塩も消えちゃうんだよな。強化しづらいんだよな、これ。野菜揚げなんてあるんだ。深海魚の天ぷら強化したいな。あ、ダルマザメが少ないからこれだけしか出せない。一角寿司、もう魚類じゃないんだけど、一角は。野菜揚げは野菜がたくさん必要ですね。ピカイア寿司。苦戦な観察寿司。ソラキヨシコルネさん、一角も寿司になる世界。チンメドドゥス寿司。
高橋がにきゅうり寿司ちょっと強化してみよう。あー、これだけしか出せない。シードラゴンおにぎり面白いな。これシードラゴンしかあれなんだ。ちょっと野菜たくさん欲しいんだけど、なかなかね集まんないからな。デメニギ寿司は まだまだですね。タツノオトシゴうどん、これうまそうだね。草をトマト炒め、とりあえず草をがそこそこいるんで、とりあえず。ソラキヨシコルネさん、すごいうどん。すごいうどんだね。そういえばフグ最近あれだな、私出してないな。このフグね、このフグめっちゃ強化できるじゃん。ちょっとこのフグレベル5くらいにはしとこうぜ。これこんな感じでいいかな今日は。お茶ちありがとうございます。あ、カクテル。ソラキヨシコルネさん、よし、カクテルめんどくさまじで。ちょ待って、ビール。あ、カクテルは大丈夫。わさびがないやん。わさびがないやん。あ、お茶ありがとうございます。カクテル大丈夫。やっぱ早いな従業員。これでいけたか。おお、深海魚の天ぷらが大人気。あ、すごすごっ。森田香織さん、こんにちは。にぐちつのざめ、今外なのでご挨拶だけで失礼。あ、了解です。森田さん、頑張ってください。外出先でも。おう。ちょっと怒ってる人めちゃくちゃいない？笑顔の人おらんやん。そんなに厳しいのか。そんなに厳しいのか、別の店舗。あ、パーティーの日だ。エビパーティーの日だ。なんだかんだやってるんだよな、これ。ソラキヨシコルネさん、
これかな。種目っち。種目っち。ブックスター。カニ肉とキュウイってこんなに合うの。おお。これ普通にうまそうだね。これか。ランクアップまで、ちょっとは近づいてるね。コブラショップ。あ、これ助かるね。酸素カプセル。で、銃はまだ作れないんかな？ちょっと待ってね。あと、6個必要だ。で、私、ちょっと、この重機でちょっとあれしたいんだけど。まだちょっと氷河区域に行きたいんだけど。行けるかな、果たして。お、ブルーロブスターだ。ソラキヨシコルネさん、前回いろいろ大変でしたからね。うん、一人 2P プレイヤーめちゃくちゃ辛かった。ふざけんなって思った。酸素だ。どうしようかな。すぐ使えるようにこうしとくか。というか、三輪おばさんのところで移動速度上げといた方がいいんじゃないの。移動速度上げないとあのボスはちょっときついよ。高性能おばちゃんです。ソラキヨシコルネさん、草。で、移動速度速くしてから氷河区域行こう。やっぱり気持ちいいね。移動速度速くなるんだよね、あれ食べると。ちょっと威嚇は後で。ソラキヨシコルネさん、ボスに挑むときは UV ライトいらないやつから他のお守りにするのも良さそうな。あのね、他のお守りにしてますよ、ちゃんと。ほら、タタコの武器チャームにしてるよ。あお、どうしようか。西温殿さんは後でいいや。なんか、あ、お茶ありがとうございます。あ、もうぶっ壊したんだね、もうすでに。こっから始まるんだ。というわけで、ソラキヨシコルネさん、西温殿さんはゆっくりなのがね、助かる。そうね。これでどうすればいいの？痛い。待って、マジで銃効かない？いや、銃効くな、一応。銃一応効くんだけど、
ああ、なんか、やべえことしやがる。やべえことしやがる。あのバズーカのやつさ、これさ、わからん使い方か、マジで。もうその攻撃やめろや。意味わかんねえ、そら。意味わかんねえ、それ。よしよし、受け入れた。一応銃は当たるみたいなんだけど、ちょっと待って。ちょっとこれやってみていいっすか。リリース発射っていうのがよくわかんない、マジで。なんか押せば、なんか押せば、難しい。それやめろや、マジで。コルネさん、どのボタンを押せばいいのやら。そう、なんか、たまに説明不足なんだよな、マジで。たまに説明不足すぎて、ちょっと困るんだよな、デイブは。あ、いらない。いらないか、ちょっと今は。ちょいちょいね、説明してからにしろやって思う時あるんだよ、結構。痛い。わからん。リリースが意味わかんない、マジで。リリースが意味わかんない、マジで。何言ってんのって思うやん。何言ってんのって思うじゃん。これか。何もわからん、マジで。おう、強化キットだ。もうそれどうやって避けるねん、それ。もうそれどうやって避けるねん、もうせっかく自由強化キットやったのに。お、なんか当てられたよ。え、そういう風に使うの？これ。待って、もう壊れた、これ。もしかして。じゃあ、こっからは重機で挑めってことか。ソラキヨシコルネさん。検索してみたはいいけど、操作方法書いとらんかった。一応、なんか一発だけ当てられたよ、なんか。あ、そういうことって思った。ソラキヨシコルネさん。クールダウンが必要らしい。よし、当たんなかった。待って、それどうやって避ける？マジで。X を押して、さあ。怖い。
で、あ、待って、もうやだ。移動早くしてもこれかよ、マジで。移動早くしてもこれなのはきついんだけど。これ、ほほじろさん並みの強さじゃないの、この子。え？わし、船に戻るなんて、押してたか、私。ちょっとボケてんのかな、私。装備はこれでいいよね。クロノサウルスか、あれ。ソラキヨシコルネさん、多分あれは回避行動で切り抜けるやつ。回避行動、もうだんだんベイがなくなってきてる。あ、それではミマおばさんの虫まんはまあ十分なんだけど、ダメージ 10% 減少にしようかな、次はちょっと。よし。待って、向こうへなんかイベントあるよ、なんか。あ、これ掲示板？ダングロステウスか、あれ。ルビーなんてあるの？ダングロステウスね、なんか前にアーカイブで見たんだけど、爆弾なら一応なんかめちゃくちゃエビおるやん、なんか。なんか爆発、なんかめちゃくちゃ硬くて銃弾も通らないんだけど、なんか爆弾による攻撃はなんかちゃんと効くらしいですね、なんか。あとはワンチャン寝とぼかなみたいな感じですね。ツルハシ。ソラキヨシコルネさん。なるほど。あんなデカさんのやつでどこで捕まえられるのかって感じだけど。まずとりあえず痛い、早いんだよお前、早いんだよお前。痛い、もうこれちょっと大ダメージが与えられると。粘着爆弾銃。ソラキヨシコルネさん、うーむ、さすが古代生物。
で、この、で、この銃ちょっと復活したやろ。痛い、もう。ああ、当たってしまった。またこれが使えるやろう。酸素めっちゃ減るのがな、ちょっときついな。よし。ソラキヨシコルネさん、さすが強いな。強すぎる。あ、いけた？不安な奴らが陸に上がってきたら本当に大事だよ。早く、剣木制御室に入って装置の元状態戻さないと。あ、パチパチありがとうございます。ん？このドローンは一体。いや、デイブ、少し遅れた。氷河区域はブラスフォーだったのに、今日は助けようと探査ドローンを作っていたのだが、今になってようやく完成したのだ。おー、ベーコン博士、こんな深いところでも通信ができるんですね。ああ、我がラボ最先端技術と素材をフル活用してるからな。そうそう、このドローンには通信機能だけでなく、様々な水中作業ツールも搭載されてるぞ。ダクも協力によって実現した仕様だ。お邪魔しますぞ、デイブ氏。こんな深いところに巨大な氷河があるとは、まるでガブリエラの霊気に当てられたようですな。彼女の孤独を僕が癒すことができていれば。お本、とにかく。見たところ、扉が今日猫に引っかかっているようですが、ドローンの切断用レーザーで切ろうとせば問題ないでしょう。おお、そんな機能もあるんだ。すべては僕の想定内です。母、実にラッキーだな。では、ドローンのレーザーを起動させるとしよう。お？ソラキヨシコルネさん。なんだかんだ有能なのが。そう、なんかバカそうだけど有能なんだよな、二人とも。うん、もうすごく硬いな。普通の木とは違う。丸二日かかりそうだ。その間他の用事を済ませてはどうかね。閲覧作業が終わったら君に知らせよう。二日間待たなきゃいけないんだね。おー、やってくれてんな。ああ。あれか。恐竜の肉使うの。寿司に。もういろいろありやな。した。タラはいらんのよな。今んとこツルハシでなんかいろいろ採掘したいからな。
ソラキヨシコルネさん。ま、まあ古代生物寿司があるから。アダンクロステウス、あいつはどうしようか。あ、ちょっとさっき当たんなかったな。よし。で、ちょっと酸素が切れそうだから、私。あいつね、トボに収まる気がしないな、なんか正直。そうだ、そうだ、鏡川ならこういう裏技を使えばええんや。魚人族を村に戻る。これで酸素が満タンになりました。ソラキヨシコルネさん、楽々移動。で、これで、まあ、ちょっと氷河区域行くか、また。なんか誕生日目前だから緊張するっていうのもあるんだけど、なんかちゃんといろんな人が私のこと祝ってくれるんかなみたいな、ちゃんと配信来てくれるんかなみたいな、そういう不安がちょっとありまして。ソラキヨシコルネさん、私は祝うで。ありがとうございます。ありがたや。ほんと結構なんかこのために結構いろいろ準備してきたんで、なんか皆さんに本当に配信見に来ていただきたい、本当に。ちょっと待って、銃弾あったやん。酸素あった。銃弾あった。これで、やっぱ動きが遅くできるっていうのは言うのやな、違っちゃう。タコが来ている。ポイズンが欲しいんだけど、ポイズンの森が欲しい。ソラキヨシコルネさん、もし何かあったら吐き出しに来て大丈夫なので。 ありがとうございます。西運転さんも積極的に捕まえたいよな。粘着爆弾銃だ。粘着爆弾銃面白いんだよね。ソラキヨシコルネさん、わかる。お、アートコーにもイルカが。あれは確かシロハラセミイルカっていう種あったから全然知らない。海外にはそういうイルカの種類がいるってこと？器は群れをなして動くと聞いたけど、一匹しかいないな。
あ、後ろの方に行っちゃった。ん？なんだろう。あ、お、他のみんなはこういうの後ろにいたんだね。やっぱりイルカの群れはいつ見ても素敵だな。写真でも撮っておこうかな。写真スポット。これいける？動きが早すぎる。もうこれでいいんじゃないかな。野球ボール。ソラキヨシコルネさん、取れたのでよし。そうね。お、翡翠の玉じゃん。お、トリガー爆弾だ。これダンクロステウス倒せるかな。ダンクロステウス爆弾いくつ必要なんだろう。爆弾いくつ必要でさ、倒せるやつなんだろうか。アイスガン。アイスガンはね、あんまりなんか、あれだったな、なんか。いらん、喋る。で、ここに、まあちょっとこれで行ってみるか。おい、戻るな。こいつ買ってー、こいつ硬すぎ。よし。ソラキヨシコルネさん、硬い。そう、めちゃくちゃ硬い。翡翠の台座で古代のエビちゃん、よいしょ、よいしょ。ここ毒の鉱石があった場所だよな。あ、おお。結構入れ替わりがあるんだなって感じですね。なんか。これは分解しようか。分解しようか。アイスガン生やつをそうなんだけど、あんまり強くなかったんだよな。そういえば粘着爆弾銃効くのかな、ダンクロステウスに。ちょっとやってみないとわからんな、そこら辺は。え、こいつ何、こいつ何一体。こいつシルエットは糸引き鷲っぽかったんだよな、なんか。やっぱり古代生物なんだな。バルカトゥス。バルカトゥスってなんだろう。あ、いた！怖っ。怖すぎ。ソラキヨシコルネさん。あ、ダメージ受けるじゃん。古代生物の名前は難しい。そう、難しい。大体は学名だからね。粘着爆弾銃有能じゃん、これ。あー、痛い。
粘着爆弾銃のトリガー爆弾でいけないかなって思います。おー、やったー。これ粘着爆弾銃結構有能説あるぞ。これあ、拍手ありがとうございます。で、ちょっと酸素がないので酸素をください。酸素どこや。あ、ちゃんと切ってるね。ん？ん？あそこの石の山が動いたような。カメラ確認してみようか。なんだ？あ！シラカンさん！おー、シラカンさん。待って、待って、待って、待って。泳ぐの早いよ。そんなに早く動く生物じゃないよ、君。持ってきて。あー、マジか。マジか、シラカンさん、むずいのか、これ。ソラキヨシコルネさん、おお。結構有能らしいから、よいしょ、積極的に使っていこう。これこれにはあるらしいから、あ、酸素あった。ソラキヨシコルネさん、シーラカンスさん、難しいね。難しいね。ニショウデンさんもこれでいける？あ、マジで、もうなかったの、銃弾が。これでご利用せるかな。すんごい地道。あ、待って、トリガー爆弾あるんじゃん、そういえば私に。よいしょ。おーい、見失うな。見失うな。おい、よし。見失うな。見失うなぁ。おい。おい、ここじゃ。おお、やった。トリガー爆弾最強やな。だんだん氷河にも慣れてきたね、私ね。おいずもり欲しいな。いつもりは深海で、うちの実家で粘るしかないか。相手。
やっぱりこの辺の小さい魚は熱湯感が優秀だと思うんだよね。オリーブオイルだ。お塩、やっぱりこういう調味料は積極的に取っていかんとね。これはいらない、いらないな、これは。あ、お茶ありがとうございます。一角を捕まえられればもう氷河区域はいいかなって感じですね。一角どこじゃい？そういえばこんなところに食スナイパーが。あ、お茶ありがとうございます。まあ、食スナイパー分解しても地上で手に入るので地上でいつでも手に入るんで。あ、一角だ。いて。いてえな、お前。一角、なんでこんなに攻撃的なんだろうか。一番攻撃的になっちゃあかんやろ、お前。カラフトシシャモが邪魔。あっ あ、いけた。やっぱ有能だな、ね、粘着爆弾銃は。粘着爆弾銃地上でちゃん、地上で作れたら強いですね、これは。ダングロステウスも倒せたからな、これで。ソラキヨシコルネさん、いいですね。うん、いいね。一気に酸素補給。よいしょ。ソラキヨシコルネさん、酸素回復便利だな。便利ですね。強化アイスガン、強化されててもいらんかな、アイスガンは。ソラキヨシコルネさん、実家。実家。いつものやつですね。やっぱ実家は落ち着くな、ほんと。スナイパーと粘着爆弾銃ってやっぱり違いは爆発するかどうかだよね。やっぱり威力は多分ショックスナイパーの方が上なんだろうけど、あれはもう銃なんだけど、あ、ネットガンだ。
中型ネットガンなら欲しかったな。爆発、威力はあっても爆発するかしないかの違いなんだよな。空清しコルネさん、なるほど。うん、そんな感じに思えた。メガマウスさん、ちょっとやるか、これで。かわいそうだけど。カービィみたいに吸い込むな、お前。おお。やっぱ有能だな、そこそこ。で、荷物がちょっとやばそうだから、ちょっと。空清しコルネさん。そうそう、ポートに戻った方がいいな。いらないっすね。調味料は積極的に取っていきます。でもなんかたくさん捕まえても養殖場っていうか、あの他の店舗に投げればいいだけなので、そこら辺は気持ち楽というか。空清しコルネさん、強いなマジで。これ確かにマジで粘着銃強くない？これ、粘着爆弾銃って、これレベル3なのか、レベル3だから強いのか。確かにない方なって思う。キャットフードが溜まっていく。キャットフードが溜まっていくなぁ。あ、酸素助かる。今使いたかった。いらん UV ライト。でも UV ライトないといけなくない？今の装備だと。空清しコルネさん、今は確かに。過去の武器チャームついてるかな、私な。ポートはどこじゃい？高橋さんおるな。高橋さん粘着爆弾銃でいけたいししないな。粘着爆弾銃も取らなかったら、マジで無敵だよ、マジで。無敵だよ、高橋さん。ああ、聞いてないっぽいね。聞いてないっぽいですね。マジかよ、高橋さん。お前、ダンクローステウスよりも勝てんのか、お前は。空清しコルネさん。おお、わら。ダンクローステウスよりも硬いくせに、岩では一撃できるんだよな。もはや高橋以外のような、何かを戦ってる感じなんだよな、なんか。高橋貝のような何か、高橋貝のような何か。あ、ダメだった。
あ、ここでポイズンが来た。もうちょい出番早かったらな。スクーターも来ましたね。ソラキヨシコルネさん、惜しい。ポートはどこだ？あ、酸素。水中スクーターと取り替えるか、とりあえず。あ、ここで、これですね。これじゃないや。ああ。もういつも自然にどいてくれてたから、わかんなくなる距離感が。ポートありましたね。あ、いらねえ。いらねえ、ゴミ。お茶ありがとうございます。酸素はもういいですね。ポートが無事あったから。よし、ここで戻るか。お、粘着爆弾銃作れるようになった。クロノサウルス999センチ、相変わらず乾燥してんな。ソラキヨシコルネさん、いいですね。うん。ソラキヨシコルネさん、草。お、何か写真を撮ってこられましたね。見せていただいてもよろしいですか？うわ、氷河地帯のイルカ？なんと、デイブ先生、いつの間に南極に行ってこられたんですか？いや、ブルーホーンの深いところにこんな場所があったんだよ。母は実に驚きですね。このブルーホールはまるで、我が市の売り上げ武装を伸ばしてくれるために、とりあえず存在するかのようです。母は冗談ですよ。とにかく、この写真ありがたく使わせていただきます。読者皆さんもきっと大好評でしょう。お、ゴールドありがてえな。ソラキヨシコルネさん、魔境なんだよなら。魔境ですね。フォトスポットはチコちゃんいますので、引き続きよろしくお願いします。どうしようか、夜ダイブとか。武器ショップ作ってもらおう、これ。ソラキヨシコルネさん、クサクサ。粘着爆弾時はどんな感じで強化できるの？やっぱポイズン、あ、もう養父の毒袋が必要なんだ。やっぱポイズンが強そうだよな。サイケボムって何？ああ、睡眠するんだ。これがコウイカの皮の切れ端なんだ。睡眠も強そうだけどね。でも私的には毒が欲しいかなって感じ。模様符をたくさん狩らなきゃいけないな、そやと。こやと。ネットガンはまだ制作っていうか、まだロープ足りないですね。待って、アイスガンもあるじゃん、意外に。でもアイスガン便利そうには見えなかったんだよな、なんか。ちょっとトイレ行ってきますね。ちょっとお待ちください。お、A ランク卵だ。あ、あざす。他には、あれかな？やっぱりキュウリだな。
あの、きゅうり、あの、愛竹のきゅうりをちょっと植えてもらおう。いや、これはやりすぎた。さすがにありったけすぎたわ、ちょっと。よし、これでいいや。ちょ、深海魚とキュウリは合うらしいから、ちょっとありったけのキュウリ植えてください、ちょっと。あ、キュウリ登録されてるね。で、二十歳を拡張する子って今でもできないのかな？あの、これやってほしいんだけど、これなぜか確認できないんだよ。空清コルネさん、深海魚&キュウリ。そうなんよね。え、これは拡張できるの？もしかして。え、拡張、え、ちょっと、え、田んぼ拡張もできない。マジか。マジか。私の夫さんバグってんだけど、大丈夫ですか？これ。私の夫さんがバグってる。私の夫さんを直してくれ。深海生物はコンプリートしてますね。ここも何気にコンプリートしてますね。夫さんバグりすぎや。夫さんがバグりすぎてちょっと。これ深いところに住むクジラか何かと思ったらイルカあったんですね、これ。この辺お魚も気になるとこですよね。あ、そういえば、北揺れクラゲさん。あれ撮影な、あれ撮影なかったことにされたから。撮影なかったことにされたから、また挑戦しないとな。空清コルネさん、罪のせい。罪のせい、そう。どうしようかな、夜。あ、待って、夜といえばアメリカ若いかさんがいるじゃん。アメリカ若いかさん、たくさん捕まえようぜ。ちょっと危険ではあるんだけど、夜ダイビング。事前準備もできないからな。あ、早速、君を小銭に狙われている。エビちゃん。そういえば今日はエビパーティーやったよな、そういえば。今日はエビパーティーやったから、エビちゃんたくさん捕まえないといけないね。ピコハンいらん。ソラキヨシコルネさん。新鮮なエビ。新鮮なエビですね。いらねえ。よいしょ。眠り深おるな。そういえば、アメリカは絵画さん粘着爆弾との相性いいんじゃないか。もしかすると。ウツボさんいるな。あ、ちょっと。箱クラゲが怖すぎる。待って、痛い。どっちも襲われるとやべえやつなんよ。お、やったそれなりに武器がちが揃ってきたら、空清コルネさんやっときたい。あ、グッド、ありがとうございます。武器ガチャがいい感じになってきたら、アメリカはカリカさんのところに行きたい。あの、フクロウナギゼリーとかいう、なんか
なんかやべえ料理もちょっと出してみたさはある。こいつらな、ちょっとな。ここら辺にいたやろ、確か。銃弾もそばにあるし。お酸素助かるね。おやりイカがたくさんいて、その中にいたー。ちょ、待って。C？ あ、そんなことある？あ、そんなことあります？そうなんだ。ダメだった。難しいなぁ。痛いなぁ。ソラキヨシコルネさん、そんなことあるんや。まあ、アメリカ若いかさんもね、人を襲うタイプのイカだからなぁ。ちょっと待ってー。私は爆発したよ。案外そんなに効いてない？あ、いけた？これを丸ごと捕まえれば多分卵のチャンスがある。お、トゲ？あ、ロープゲットだぜ。あ、手段どうしようかな。あ、箱クラゲってまともに捕まえたことないわ。卵採取できたこと多分なかったよな。あ、お茶ありがとうございます。卵ありの箱クラゲ、ちょっと挑戦してみようかな。箱クラゲってそもそも食べるとこう、傘ぐらいしかないんだけど。触手に触ると死ぬし、一体どういう調理して、ちょ、一体どういう感じで調理してんだかみたいな。いましたね。ソラキヨシコルネさん、草。これ眠るかな？寝ましたね。この隙に捕まえる。ちょっとこいつらうざい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 。こいつらうざい。これ眠り深だよね。ちょっと酸素を。よし。君おこでちゃんがいるなぁ。いた、いた、いた。あと箱クラゲってどこら辺にいたかなぁ。ビリスティックはいらないです。
ハリセンボン。おお、マジか。あ、手術強化しても、なんだろう、何が強化されるんだろう。浅瀬のクラゲや爆発とか、電気流れたりとかしないから、全然楽ですね、なんか。なんで深海のクラゲはあんなにもパワフルなのだろうか。ソラキヨシコルネさん、草それは確かに。お、酸素が結構溜まってきてます。溜まってきましたね。よいしょ。これもちゃんと取っておかないと。なんで調味料海からでしか取れないんだろうか。なんで普通に業者さんに頼まないんだろうか。すごく素朴な質問っていうか。ここを深海に入っちゃうからあれだね。ソラキヨシコルネさん、草。まず調味料どこでも売ってるでしょ、だって。なんで海から調味料しか頼らないんだみたいな。そこら辺に売っているやつが入手困難ってなかなかだからな。もういないかな。ノコギリさんおるな。ノコギリさん捕まえる？どうしソようラかキヨシコな。ルネさん、番長さんの人付き合いがいろいろなのかもしれない。ああ、なるほど。食盛りだ。少しは楽になるかな。どうしようかな。上がろうかな。アメリカはカイカさん、もうあれ以上いないからな。あれ以上探してもいなさそう、なんか。ウニ。卵チャレンジできんかったね。ソラキヨシコルネさん。あ、お茶ありがとうございます。寿司。ちょっといろんな魚を向こうに届けないといけないよな。ああ、パリピですね。この子結構いいじゃん。採用してみて、ちょっと向こうの方に行ってもらおうかなって感じですね。
みんなボスメニューなんだよな。空清しコルネさん、東北ってもしかして埼玉的な。どうなんだろうな。結構なんか日本のアニメをオマージュしてる感はあるんだけど。食材を向こうに送らなければ、昆布とかもやっぱり必要だよな、向こうにとっては。これでいけるのか。よし。で、果樹園もめちゃくちゃあるから、果樹園どんどん持ってっていいよ。卵もそこそこあるから、卵も持ってっていいよ。あと何送ろうかな。北カブトちゃんがめちゃくちゃいる。あ、ランク6なんだ。ランクマックスまで行きたいね、これだったら。キャットフードは食いつけ合えないんだね。他に何がたくさんある？オウムガイはたくさんある。オウムガイはたくさんある。ちょっと待って、戻んない、ちょっと。これでいいや。よし。タツノトシゴもちょっと、たくさん送っとくか。で、今日はエビパーティーだから、まあ、エビちゃんをワップティアーズし、どんな味がするんでしょうね。レベル3くらいにはしとこう。よいしょ。ソラキヨシコルネさん。エビちゃん。あとのエビは、これもそうなのか。あとのエビちゃんは、ホワイトシュリンプだし、めっちゃ強化できそうだけど、これ。めっちゃ強化しときたいな。せめてレベル5だな。これぐらいでいいやろ。よし。あとは、生牛エビ寿司。これも結構レベル上げられないか、これ。あ、もう無理だ。で、これも30くらい出しとこう。エビちゃん簡単に取れるからね。待って、あとどこ？あともう一種あったやろ。あった。よっしゃ、レベルマックス。よっしゃ、レベルマックス。もうこれぐらいでしとこうかな。脱出いかな、やっぱり。50くらいにしとくか。他にはもうないかな？他にはもうないっぽいから、なんかサイドメニュー的なものでしとくか。ソラキヨシコルネさん、エビパーリー。エビパーリーですね。南極タコのカルパッチョがそこそこできる。あ、6も使うの。しょうがないな。これでいいや。
ということで、やっていきましょうか。お茶そっちやってくれる？空きよしコルネさん。あ、ビールビールビール。よし、いいね。わさびが、わさびがわさびが。お茶ありがとうございます。ちょっと泡が吹き出たバットになっちゃった、すいません。ん、これで終わり。あ、それでも結構、そんなにダメだったの？なんか、なんで？待って、利益どんどん下がってる。利益どんどん下がっとる。大丈夫かな？向こうをちょっと視点の方を。様子見た方がいいやろな、ちょっと。ソラキヨシコルネさん、おお。なんかだんだん売り上げが落ちていってて心配なんだけど。これか？よし。ギリ私の動作視力ではいける感じ。ブックスター。古代生物の寿司とは、なんだか不気味だがうまいぞ。もうちょっと他に言うことあるやろ。なんでこんなものが寿司にできてるんだみたいな。ソラキヨシコルネさん。グッドありがとうございます。軽くつまみたい時にぴったりだった。ランクアップはまだかな？で、ちょっと向こうの方の、向こうの方に行かないとちょっとどうなってるのかわかんないから。ちょっとスタッフ雇わないといけないからな。料理の腕前がこの人はいいから、この人だな。で、教育させとくか。おお。おお。もうすでに結構。すでに結構料理スキルがいいですね。他にスタッフ、インテリアもなんか変えた方がいいのかな、なんか。これ900円するけど、買ってみるか、ちょっと。なんか色に統一感も出したような、なんかせっかくだから、これにするか。ああ、そういうことか。じゃあこれとかでいいかな。
空清コルネさん、インテリアはプレイヤーおのおのの好みな気がする。そうですね、確かにそうかもしれない、そうかもしれないけど、ちょっと変えとこうかなみたいな。そういえば装飾が まだあれだよね。そういえば、ま、とりあえず招き猫を置いといて、ここにはあ、これとかいいんじゃない。これとかいいんじゃない。あとはまあこういうのもいいんじゃない。お金がどんどん減っていくけど、これいるかな。あ、待って、さかん、これできるやん。これできるやん。あとは、まあ、クリスマス。まあ、クリスマスでもいいんだけど。これはなんか違くない？なんかいくらなんでも。これなんかいくらなんでも違う気がしたから。まあ、こんな感じでいいやろう。なんか涼しげにはなりましたね、なんか。階層のやつが終わったらしいですね。おめちゃくちゃおる。支店に送りつけるか。伊達島巾着台めちゃくちゃいない。めちゃくちゃおるな。ゴンズイ、ゴンズイも視点とかでいいや。なんか カムリ部隊も視点でいいや。あと何がたくさんいる。模様フグって養殖場ではなんか毒袋で取れんのよな、おそらく。周回展示くらいがめちゃくちゃありますね。お茶ありがとうございます。黄色ハギもたくさん支店の方に。眠り部かどうしようかな。こんな感じでいいか、とりあえず。メガマウスありすぎや。ソラキヨシコルネさん、草。緑ふさちゃんは強化したいから。よいしょ。ダルマザメはあの揚げ物にしようするから。弁天運をどうだったかな。弁天運はまだあれだった気がするんだよな。まだランクマックスではなかった気がする。メガマウスさんめちゃくちゃおるな。いつも深海水槽だいたいこういうことになってるよね。なんか いつ見ても深海水槽だけはだいたいカオスだから。お、すごい。ソラキヨシコルネさん、確かに
わら。お、ニシオンテンザメが2匹いるじゃん。じゃあ繁殖できるじゃん。いいね。南極ダコはぜひとも。北極ダラもぜひとも。カラフト死者も。よし。もうちょいなんか放置しといてもいいかな。ちょっと眠くなってきたかもしんない。さっきもちょっとだけ寝たんだけど、昼前とかに。ソラキヨシコルネさん、もちろん無理にとは言わないけど、ゆっくり休んで。ありがとうございます。 A ランク卵はだんだん増えてきましたね。ありがた。というわけで、新しいチキン、じゃあ新しいチキン買っとくか。じゃあこの子 A ランク確率がだいぶ高いらしいですね。この子の名前はエルチキです。ソラキヨシコルネさん。ここら辺ちょっと肥料あげといた方がいいかな。相変わらず会話はできないな。っていうか、早くはしたいなって欲しい気持ちもあるから、まあ、寝たいっていうのもあるんだよね。私、このためにね、結構いろいろ準備してきたから、本当。頑張りたいね、なんか。リスナーさんもいろんな人が来てくれると嬉しいですね。なんか空きよしコルネさん、私も楽しみです。ありがとうございます。雑草メガアクサングラーブ。というわけで、今日のデイブ配信はとりあえずここまでにしておきますね。ちなみにデイブのツイキャスアーカイブだいぶ溜まってきたので、まあなんか、まあちょっと気分が楽な時にでも、まあちょっと、アーカイブ整理しとこうと思っております。というわけで、今日はありがとうございました。たくさんのギフトもね、ありがとうございます、本当。ツイキャスで収益化できたから、あ、お趣旨ありがとうございます。ツイキャスで収益化できたから、うん、おつでした。ありがとうございます。おつありです。というわけで、私は休んできます。というわけで
お疲れ様でした。バイバーイ。空清しコルネさん、オサム駅かめでたい。